はい、こんにちは、麦です。今日は麦は動物病院に行きます。車で行こうね。なんか健康診断の紙が届いて、なんか無料で受けれるらしいです。血液検査かね。血液検査受診、これを対応してる病院に行ってきます。検診チケット、あとね、なんか麦のね、手のね、爪がなんかね、ちょっと様子がおかしいんですよね。なんか出来物みたいな、ここちょっと見にくいけど、なんかペロペロ舐め寄って黒くなってる、ぷくって腫れてる。ちょっとこれも見てもらいますね、何なのか。痛がらないから大したことないといいけど。で、病院行ってきます。病院行って帰ってきました。注射も頑張ったね、麦偉かった。なんか健康診断の採血をねしました。首からやったね、怖かったね。でもね、ワンとも言わずお利口にしてましたよ。ニャンって言ったにゃん、何も言わんやった。マジでピッて言った。ただね、注射の袋を先生が取り出した瞬間から震え出した。思い出してあくびしよる偉かったね、麦。あとね、手のね、爪の部分の怪我みたいなの一応ね見てもらったら、とりあえず少し腫れてはいますねってことやったから、なんかね、塗り薬をもらいました。腫れを抑えたり痒みを止めたりする塗り薬、それを1日1回ちょっとだけ塗って、白い薬やからそれが透明になるまで塗って5分から10分抱っこしとってくださいって。まあ、なぜならその薬をやっぱ舐めてしまうと効果が薄れるからね。ここね、ちょっと赤くなっとるよね。比べたらこれ、ちょっと腫れてる感じもあるけどね。呼吸で、今日はもう薬は塗ってもらったから、また明日やね、治療頑張ろう。謎の怪我やけど、なんか引っ掛けたかな、ね、機嫌伸びたね、もう。で、血液検査の結果は後日郵送されてきます。その時何もなければまた取りましょう。ということで、注射を頑張った麦でした。眠たいよ。お疲れさん。バイ。